はい、喋っとったちょっと水飲みますね。イオンモール倉敷にご来店くださいまして誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。ほんなら自己紹介ちょっとさせていただきます。高校2年生17歳の青木ありありです。本日は、ちょっとここから30分、何あ、高校3年生なったんじゃ。今日1日じゃ、そうじゃ、高3になったんじゃ。そうじゃった、忘れとった。そう、高校3年生の17歳の青木ありありです。よかったら最後まで聞いていってくださればありがたいです。で、ちょっと今日めちゃめちゃ暑いと思うんで、よかったら飲み物とかそこら辺で買っちゃったりして聞いてくださればなと思います。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はオートマティックという曲を歌わせていただきます。聞いてください。I just need you, yeah.
さ。今日交差がすげえな。なんかメアニーが、汚い話のメアニーがよく出るんじゃ。ちょ、皆さん気をつけて、メガネとかして対策してな。ほんなら次の曲に行きたいと思います。次の曲なんですけども、あら、ようけ集まってくれてからありがとう。何歳？12歳。あら、小6かな。ありがとうね。ちょっと頑張って歌おう。ほんなら聴いてください、友達の歌。それすら
長袖で来たんじゃろうな。すんごいあっち。あ、ちょっともうちょっと頑張ろう。ほんなら次の曲に行きたいと思います。次の曲は赤い月っていう曲になるんですけど、この曲が私のオリジナル曲で、ちょっとあれなんですけど、あっちのあのピンクの付近がかけてある机があるの分かりますかね皆さん。あそこでちょっと物販をこの後させていただきますんで、よかったら遊びに来てください。この曲売ってますんで、よかったら1ミクロンでもええなと思ったら来てください。それでは聴いてください、赤い月。
ありがとうございます。なら次の曲が私青木あれ最後の曲になります。ちょっとちっちゃいもう一回いきます。これが私の最後の曲になります。 OK 合格。なんなら次の曲は、先月の、のど自慢岡山大会にてグランプリをいただいた曲になります。女の子は誰でも聴いてください。キャリアでした。